青から青からやってきた俺はそれを赤へ受け流す青からやってきた。はい、今日はですね、あんこを買ってきました。478円、安いでしょ。僕ね、あんこってね、若い時に2回ぐらいしかなんかね、さばいたことないんで、あまり綺麗なさばき方じゃないですけど、すいません。しばらくのご辛抱です。だいぶカットしましたね、これね。カットって動画の方ね。これね、歯がすごいんですよ、こいつ。あんこだけに。ね、どういうことや。まあ、これでね、30分ぐらいかかったんちゃうかな。はい、さばきまして、鍋にしました。でね、いつものようにおビールで乾杯したいと思いますけどね。今日もね、90分の阪神浴が入りました。トト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 ちょいちょいって、そんな感じで。はい、今夜もどうもお疲れ様でございます。やっぱりね、鍋とビールは相性ええねー。ほうほうほう。どうでした？ほら、今日はね、ポン酢でね、あんこ鍋いただきたいんですけど、まずはね、僕の大好きな厚揚げからね、もう僕は豆腐とね、あ、これ豆腐ちゃうけどね、これはあのなんだっけ、あ、だし巻きですわ。あの茶蒸しとだし巻きどっち好きですか皆さん。まあ僕はもう完璧に茶蒸しなんですけど、茶蒸し家でやるってのはね、ちょっとね、あのまあ電子レンジでもできますけどね、まあ見栄え気にしないだったらね、あのね、電子レンジでやってもいいんだけど、まあ、ここでこう皆さんにね、ちょっとね、ご報告があります。まあ、ご報告言うほどのものでもないんですけどね。私の名前、吉川ちゃん、改め、吉川イグゾーでいきます。まあ、何でか言うたらね、これね、TikTok 今僕やってるんですけども、TikTok の方でね、結構コメントの方でね、なんでお前、吉イグゾーに似てるやんけ、って言われてね。まあその前からもね、結構言われてたんでね、僕ちょっとよし行くぞ真似して、吉川行くぞで行こうかななんてね、そんな感じのキャラを今考えてる最中なんですけどもね。まあとりあえず思いついたことは何でもやっていこうかななんて、メガネを触ったりなんかしてますけども、ここで俺が何喋ってるかちょっとわからないんですけどもね、まあよろしくお願いしますってことですね。んで、次何行くの？どこ行く？なんか喋ってるね。ラブピース。はいはい。